というわけでやってまいりました。 EV を買うなシリーズ2ということで、今日はね、EV を買うな動画でございます。まあちょっとタイトルはね、過激な感じで、皆さん誤解をね招くようであれば先に謝りますけども、まあ後々ね、この実体験をもとに本当のことを今から言っていきます。まあこの EV ね、ホンダ35.5kW というね、大きいリチウムイオン電池を積んでおります。で、まあこの間ね、静岡の方まで、動画出しました。行ってきました。片道410km ね、高速道路に、まあ最近は急速充電っていうのが結構あるんですけども、それでもね、区間的に50キロぐらいね、離れてる場所とかあるんですよね。なので、航続可能距離っていうのがね、結構気にしながら走るといったことになりました。稀だと思います。私のパターンでもね、そんな長距離に乗るっていうのは、年に、1回か2回あればいいかなという程度なんですが、ほぼ家の近くを買い物するという程度にこの車使っております。それであれば、急速充電っていうのはね、なんとか対応はできるんですけど、問題はね、もうご存知だと思いますけど、急速充電は30分っていうね、制限が結構あります。で、その30分を、時間を潰さないとダメなわけなんですよね。なので、その間に、ちょっと、ショッピングモールとかでしたら買い物とかできるんですが、そういうのがなければ、車の中でね、もう携帯いじって、時間を潰すという感じになっちゃうわけですよね。30分で、じゃあ何パー貯まるんだということですよね。30分で、カタログ上、このホンダ E で、80% ぐらい貯まるって書いてあるんですけど、実際は、12から16kWh、いいところで貯まったところがあります。それぐらいなんですよ、せいぜいね。っていうことは、大体、パーセントで言うと、35.5kW の電池で、40% ぐらいですよ。40から45とか。30分で半分もたまらねえっていうのが現実なんです。そうなるとね、その急速充電で30分で走れる距離っていうのは、だいたい110とか20とかぐらいになるわけですね。今、55% で、航続可能距離がここへ出てるんですけど、131って書いてます。なので、カタログ上は280キロぐらい、このホンダ E で走るんですけども、だいたい満充電で240とか50とかぐらいじゃないですかね。で、これもね、ちょっとまだ噂段階でよくわかってないんですけど、この満充電が、1年2年ぐらいで、もう電池時代が劣化してくるということもあるらしいです。中国の方でね、今もうちょっと EV がだいぶ進んでまして、中国の方はね。で、もう2年目ぐらいになってきて、結構ね、たまらなくなってきてるっていうね、話を聞きます。NIO とか、向こうの中国で、中国の車、電気自動車の、テスラみたいなね、ああいった、会社が最近ね、点々とできてきてるんですけど、そういった車が使ってる電池っていうのは、すごい劣化が激しいということなんですよね。で、この、今乗ってるこのホンダ E は、パナソニック製なんですよね。で、しかも、その水冷式っていうね、ちょっと特殊な、感じで、やってはいるんですけども、テスラも、今、ちょっと変えたんですかね。ちょっと前までは、パナソニックの電池を使ってました。ただ、電池ってね、同じものじゃないらしいです。そのパナソニックでも。注文があって作るらしいので、要はどれぐらいのパワーを出すとかね、どれぐらい、燃費のいいように作るとか、そのボディサイズに合わせて、それにね、あったような電池を注文して作るということで、違うみたいです。同じ。パナソニックでも。で、ホンダは結構その電池マニアって呼ばれてるらしくて、電池のその、先ほど言ったね、劣化ですよね。
1年2年とかでもう充電がたまらなくなるとかね、もうそういったことがないように結構考えられて、その水冷でね、その温度調整をしてるらしいんですよ。電池を温めたり冷ましたりして電池の消耗をできるだけなくしてるということになってるらしいです。まあこれもちょっとね、まだ私乗って4ヶ月ぐらいしか経ってないんで、その辺ね差はわからないんですけど、まあその辺もいずれレビューしていけたらなと思ってます。でまあ EV、 そのさっきねその EV を買うなという、まあ今回のタイトルなんですけど、今は買うなですよね。で家にコンセントのない方はおすすめしませんという感じなんですよ。家にコンセントがあれば今買ってもいいかな。ただ車両は高くなるよっていうねそういうことですよ。車両がまず高いんですよね。そのやっぱ電池がやっぱり高いんですよね。いい電池は高いんです。でそのうちその全固体電池とかなんか安いね中国製のやつが出てくるとは思うんですけど、まあそれもねちょっとまだ開発段階で、特に中国とかのね使ってるバッテリーってね、もう急速なスピードで開発していくんで、その安全基準っていうのは本当に大丈夫なんだろうかという感じしますよね。バッテリーをなんか取り外しして充電、満充電のやつと交換してね、ガソリンスタンドみたいなところでそれで交換して、まあ、長い距離走るみたいなね、そういうのも開発してるらしいんですけど、それめっちゃ危ないと思います。なんでかっていうとね、まずそのバッテリーってね人が簡単に外せるぐらいの重さじゃないんですよ。もうとにかく重たい、何百キロとかになるんじゃないですか。でそんな電池をまあ、簡単に取り付けるってなると、その完全にシステム化にされたそういう機械のところに入れて、こうガシャンガシャンとね、こう工場みたいに入れ替えないといけないんですよね。でさらにその底面がどうなってんのっていう話ですよね。リチウムイオン電池って、ね、燃えるんですよ。衝撃を与えるとね、ブワーッと燃えます。しかもねすごい燃え方するんですよ。もう火花ブワーってこう激しいんですよ。ブワー普通の燃え方じゃないね燃え方するんで、すごいエネルギーの塊なんですよねリチウムイオンって。でそういうものが、しかもねその衝撃に弱いんですよ。ナイフとかでバスッと刺すとそれだけでね燃えちゃうらしいんですよ。空気に触れると燃えるんですよね。なのですごい危ないですよ。まあガソリン車も危ないけどな、その蒸発してねすごい気化するんで、それがね、バーンって爆発することありますんで、まあガソリン車も危ないです。ただそういった安全面とかをもう長い年月で、そのガソリン車っていうのはもう開発に開発を重ねて、まあ今に至ってると。ただこの EV に関してはまだ開発がね発展途上ということで、その安全面でね、そのどれだけ研究開発してクリアしてるんだというところが多分問題になってくると思うんですよね。で、まあこのホンダとか日産とかは、まあ大丈夫だと思います。かなりね、すごいフレームこしらえてるんですよ。このホンダ E も、その専用の、そのアーキテクチャといいますか、その専用のボディを持ってるんですよね。他、大体ね、使い回しするんですよ。大体車ってね。それがなくて、このホンダ E 専用の、その頑丈な、その電池を守るフレームっていうのが実はあります。鉄のフレームで頑丈に、支えているんですよね。衝撃とかもし事故してガーンと当たってもね、電池は守るみたいな感じらしいです。そういったね強いフレームがないと、やっぱね路面の悪いところとか、まあ大体日本はこういうねアスファルトが多いと思うんですけど、中国とかねまだね、なんか舗装もされてないようなね、なんか下手したら岩みたいなねところで、そこをガスッと結構ね、錆びたりしましたよね。そういう石がぶつかったりして、まあそういう路面の悪いところを EV が走るわけですよねえ。でそれでその交換式の電池ってなると、そんなの大丈夫もう
脱出装置つけなあかんのちゃうかな。こう車が岩にぶつかって燃え出したらこうボタンを押したら椅子がドーンって飛んでいってね、脱出するみたいなそんな装置つけんとあかんのちゃうかいぐらい、いやー大変ですよね。まあそんなこんなで EV はまだまだ扱いがね怖いと思います。でまあこの廃棄処分とかね、いろいろありますよね、廃棄処分問題。まあ日本はまだねこのリサイクルとかそのなんていう中古車市場もしっかりしてるし、その廃棄に関してはその一応ねやっぱリチウムイオンこう危険なものなので、まあ取り扱い注意ということで、よくあの電池でもちゃんと回収ボックスに入れてくださいってなってますよね。あの電気屋さんに行って電池を捨てるボックスみたいな、ちゃんとまあ処理場でまあ、しかるべきところでこのリチウムイオンというのは処理されてます、もしくはリサイクルされてます。ただまあ海外、まあ、中国だけじゃなくてアメリカもそうかもしれないんですが、結構な田舎がありますよね。結構な田舎なんですよ、壮大な土地なんで。でそういったところでそういうリサイクルとかも考えずにもう野ざらしで車を乗り捨ててるということも結構あるんですよね。まあそういった時に、まあその古い EV カーをほったらかしにしててね、まあなんか衝撃とか錆びてきて、フレームが錆びてきて、もうね、空気に触れて水が来てみたいなね、そういうことも考えられるわけですよね。きっちり廃棄しないと。この日本でもね、2030年半ばに、内燃式のガソリンの、車が、まあ、なくなりつつあると、まあ、EV 化していくということですけども、まあ、日本は、ハイブリッドも OK なんですよね。ハイブリッドカー OK です。まあ、要は、電動化された車は OK という感じになってます。なので、よく K とかにもある、なんかマイルドハイブリッドみたいなね、ちょっとだけ電気使ってますっていう、ああいうのも OK です。なので、まあ日本はね、内燃式どんどん、まあ残っていくと思います。っていうかね、排ガスが、まあガソリン、すごい今優秀なんですよね。星5つみたいな、よくこう楕円形で貼ってますよね、車の後ろに。まあ、排出ガスがかなり抑えられてるということですよね。ピュアなガソリン車、この間ね、レヴォーグ乗ってきたんですけど、あれもね、なんかマフラーの触媒が2つついてるんですよね。なのでもうピュアなガソリン車でも排ガスがかなり抑えられてるというね、優秀なこの今日本車ですよ日本車とこの日本社会、いやーヨーロッパとか、まあ、特に中国はねこの日本を見習えという感じがしますよね。大丈夫なんかなと思います。EV これだけね、どんどん EV 化していく、もう EV しかダメだみたいなね、そういう社会になりつつありますよね。アメリカのでもあれね、なんとか州100% EV にするとかね、なんかヨーロッパの方でもありますよね。そんなんがあるんですけど、実際は、まあ、まだまだ内燃式走ってて、で、特にディーゼルとかが、やっぱ長距離走るのに、やっぱ欠かせないわけですよね。まあ、販売店の方は、もうその罰則とかね、内燃式の車売っちゃうと、逆に罰則があるみたいなね。いやー、しかし、本当に、EV だらけになるんですかねっていう感じがします。不便、正直言って。EV を買うのは不便ですちゃうかなんでまあっていう不便な車を今私乗ってるんですけど、まあ、海外のねその EV を批判するわけじゃないんですが、多分ねパフォーマンスですね、おそらくテスラとか、まあ、この間ポルシェタイカンとか出ましたよね。ものすごいもうハイスポーツ、もう普通の内燃式より断然速いみたいなね、もうすごいトルク発生するんですよ、エンジンに比べてモーターっていうのはね。もうポルシェのようなハイスペックマシンとか、テスラのようなもうあれ何これ加速私経験しましたけどね、もうシートにへばりつくぐらいの加速ですよ。でそれぐらいの有り余るパワーと、まあ初期はテスラ高かったですよね。なのでまあ結構そういうマニア向
けと言いますか、結構車好きで、まあ、いわゆるお金持ちの層を最初はマーケティングとしてこう狙っていったわけなんですよね。で、今テスラの方はだんだんちょっと値段も落ちてきてね、まあ、モデル3とかあれもう400万台で今度出るんですかね。だいぶいいのが出ると思います。ただね、まあ今まではそういった車好きが高い値段出して車乗ってたんで、まあ、そんなに台数がね、広がってなかったんですけど、これからそういうテスラのようなすごいあんな大きいバッテリー積んで、しかも400万ぐらいで買える、それはみんな欲しいわな。だんだん買える値段になってきたわけなんですよね。普通の国産車とそんなに変わんないぐらいの値段になってきました。で、そうなってくるとやっぱね、買う人かなり多くなってくると思います。テスラはまたもう一つ問題があるんですよね。テスラの規格、充電の規格が、これ日本はチャデモ規格っていうのがありまして、そのこのホンダイもチャデモの急速充電なんですけど、まあ、それがほとんどです。2万1000基ぐらいあるのかな今日本に。まあ、それのほとんどがチャデモの急速充電ということになります。で、まあ、テスラはじゃあどこで充電するんだと、まあ、いうので、まあ、販売店とか、まあ、そういうテスラ の, そのステーションねあるんですけど、まあ、そういうところに行くとかなり速いスピードで充電ができます。まあ、それが全国にねいっぱいあればそれはいいと思いますけども、ただね、そのチャデモを使おうと思ったら変換アダプターみたいな変換コードが実はいります。で、それもね、なんかシステムをアップグレードしてないと使えなかったりとか、なんかね、機種によってで、その充電器の機種によってね、いろいろあるみたいなんですよ。なので、まあ、ここはうまいこと充電できたけど、ここはできないなみたいなね、そういったこともテスラの方ではあるみたいですね。まあ、そういった意味ではその日本で作ってる日本の規格に合わせたこのホンダ E とか、まあ、リーフとか、まあ、今度マツダでも出しましたよね。まあ、ああいうのを、まあ、今は買わない方がいいと思うんですけど、まだまだ航続距離がね伸びないんで、アリア、今度日産から今年出るのかな、アリア、SUV のね、大きいかっこいい、しかも、プロパイロット2ですよ、ほぼ自動運転みたいなね、やつが、いいのが出るんですけど、あれも500万からですよ、販売価格。まあ、いいのはもっと高くなると思うんですけど、まあ、あの辺ぐらいから買ってもいいんじゃないのっていう感じはします。ただね、まだちょっとやっぱその高級路線ではありますよね。車両価格がやっぱ200万とかねぐらいまでならないと、やっぱ一般受けまだしないんじゃないだろうかという予測はします。で、金額面で言うとやっぱね、ハイブリッドですよ。ハイブリッドハイブリッド買っとけ。本当にもう今日も試乗あれ1台しましたよ。オデッセイね、もう販売終了なんですね。2021年の12月で、まあ、生産がね終了しちゃうんですけど、EHEV といって、まあ、2モーター式になるわけなんですよね。まあ、あれだったらね、全然その航続可能距離も、もう何キロ走るの、あれ満タンで1000キロ以上走るんじゃないですかね、とかね。あと日産のノート E パワーね、エンジン積んでるけどエンジンで走ってなくてモーターで走るってね、いうなんか不思議な、E パワー、あの辺も、まあ、車両価格200万台で買えますんで、まあ買うんだったら今度新しい、今ノート E パワーとかね、あんなのすごいいいと思いますよ。マンペダルもついてるし、プロパイロット2じゃないけど普通のプロパイロットもついてます。なので、まあ、高速運転もねすごい楽に乗れると思います。で、やっぱりEV だけじゃなくて、そういった内燃式の車にもそういった自動運転っていうのは備わりますのでEV だけが、自動運転ができるっていうものではないんですよね。この間、ついこの間ホンダレジェンドが世界初の、自動運転レベル3に、なりました。これね、世界初なんです。レベル3から、自動運転と呼べるようなものになります。まあ、これレベルはね、5っていうね、完全自動運転っていうところまであるんですが、まあ、やっとそれが、見えてきたかなというもの
になりますよね。なのであのレジェンドはね、あのハイブリッドなんです。あれしかもあのすごいんですよ、あの NSX とね同じシステムでね、 AWD やったかな、あのモーターとエンジンでね、もう最高にもう速い車なんですよ。最高に速いサルーンに、まあ、自動運転がついたということですよね。まあそんな、まあレジェンドも2021年のなぜか12月で生産終了というね、お知らせが実はあります。何なんでしょうね、これ。まあなので、あの、ハイブリッドカーにもどんどんこのホンダでしたらこのホンダセンシング、日産だったら、プロパイロットっていう感じで、どんどん自動運転化が進んでいきます。まあ、なので、まあ、航続可能距離のね、長い、その充電に時間のかかる EV を選ぶっていうのは、まあ、この2020年の、まあ、3月時点で、まあ、EV はまだ買わない方がいいんじゃないのっていう感じがしますね。まあ、ただ、その先ほども言った条件があって、まあ、家にコンセントがある方には、まあ、おすすめしてもいいかなと。いう感じですよね。まあ集合住宅が多いんで、まあマンション、私もマンションなんで、あの家にコンセントがないんでね、まあそういった方はおすすめできませんということですよね。はい。というわけで、まあ私、あの長々喋りましたが、こういったね、EV を実際乗って、しかもね、これ本題、あの450万ぐらいします。あの高い高いお車、しかもこのコンパクトカーでね、パッと見いろんな450万もするわけねえじゃんっていう声がほとんどです。まあそういった車を乗ってまあ感じたことを今日は喋りました。はいはい。というわけで、私こういった電気自動車とか、車の試乗動画をよく出しております。あのもしよろしければチャンネル登録していただけると嬉しく思います。そして今日の、動画面白いと思った方はグッドボタン、そしてコメント欄に皆さんいっぱい意見書いてくださいね。あの私全部返信できない時もありますけど、あのいつも読んでますんで、あの皆さんいいコメントも悪いコメントも、まあ皆さん人それぞれですので自由に書いていただいて結構です。はい。というわけで今日は EV はまだ買うな、まだ今現在は買わない方がいいよっていう動画でした。じゃあね、バーイ。隣に赤いシビックハッチバック、あの今ねなんか内燃式のスポーツカーが値段が上がってるらしいんですよね。あのシビックのタイプ R とかあの S660 ね、あれ最後バージョン Z っていうのが出たんですが、もう売れ切れたらしいです。もう今年で販売終了で、もう皆さんあのもう買えなくなるって聞いた途端急にねみんな殺到して、販売が終了しているということらしいですね。まあ、その辺もね、まあ、需要と供給みんななくなると思ったら欲しい欲しい病みたいなね感じになるみたいですね。でこれほんのいいだけですけど、ちょっといいことも言います。これ電子ミラーね、このミラーがないんですけど、これすごい見やすいんですよ。特にね雨の日とか抜群に見やすいです。なぜか水滴がつかなくて夜も明るく映ります。であとこれね AI が搭載されています。 OK ホンダ、近くの駅まで案内して。2番。しません。はい、島泉が見つかりました。はい、まあちょっと最後はねおかしかったですけど、すごい音声ガイドめっちゃ使えます。これはねホンダの AI、 ホンダ E だけだと思うんですけど、これは全車揃えた方がいいと思いますね。